今日はね、亀のお世話しようと思いますわ。寒くなってきたんで、ご飯食べなくなってきたね。食欲が3分の1ぐらい。なんで食べ残すようになっちゃった。ほら、サキイカリ増大食べ残してる。ね、普段だったら全部食べてるんだけど、もう寒いから、夜とかね、20度ぐらいになっちゃうから。18度とか。だから、ほら、もういらないよって。亀くんたちね。まあ、食べるっちゃ食べるんだけど、食欲がどどに減って、冬眠モードに入ってます。で、ここはね、日本イシガメ、南イシガメ、東部ハコガメがいる部屋。でもこうやって水は飲むんでね、必ず一日一回、こう、浸水をね、きれいにしてあげる。で、ここは循環のあるから、なんだ、うんこするんやけど、うんこ分解されて、この循環システムだからね、ここは水替えしないの、逆に。定期的に週に1回3分の1ぐらい水を変える。そしたら、ここはもうアクアリウムの水槽みたいな水になってて、ここの水飲めるようになる。それがね、やっぱやってあげる。で、ここの水が悪くなってる可能性もあるから、水場は多めにね、こうやって作ってます。これね、すぐ亀がね、中に入った瞬間に、ドロドロになるよね。あと、なぜか亀って、これ、水の中でうんこする傾向にあるんですよ。なんで、何度もこう洗ってね、飲めるような水を、必ず用意してあげるんですね。亀くんたちが隠れて出てこないね。いるかな。うわ、お前らこんなところに。結構仲良しでしょ。ね。もうちょっとお腹が。ここも。ちょっと新鮮な水を飲ませてあげよう。もうね、ちょっとお腹減ってないな。あ、この子めっちゃ成長したわ。ちっちゃかったな、これ。ほら、拒食してた頭部のベビー。うん。重たい。まあ、とりあえずちょっと成長したね。まあ、これはもう外で冬眠。頭部ハコガメってね、外で冬眠できるんで、冬眠部屋を作ってあげて、どっかにね、箱みたいな。もう、あと2週間ぐらいしたら。で、もう11月ぐらいから食わなくなるから、もう、あれだな、もうあんまり飯食わねえと思う、こいつら。これ。この子もね、1年目、拒食して成長遅い。3歳なんだけど、この子と同級生だもん。で、この子はオスなんだけど、ちょっと成長が悪いね。こんな感じ。頭部箱がね。で、兄弟だけど、同級生。こいつね。これはメスですね。今年交尾してるのを何度も見たんで、来年ぐらい産みそうだね。この子、メスで交尾をね、ちょこちょこやってるの見てるので、来年ぐらいにもうちょっと産むかもしんないです。で、この子はちょっと別ケットを。で、この子メスかと思ったけど、オスかもね、これは。ちょっと復興もへこんで。ちょっとオスの割に模様がいまいちなんだけど。高橋ダンボールケットね。この子は綺麗だね。この子綺麗だけど、ちょっとちっちゃいわ。うん。成長不良。おお、こんなとこに。これもメスなんですよ。これね。うわ、重た。今年めっちゃこいつ飯食ったな。これはもうね、20歳。8歳か9歳か10歳ぐらいで、この子3歳。でももうこのサイズが一緒になってるね。これもフルアダルトなんだけど、この子3歳。これ。もう一緒だね、サイズが。で、これさ、8歳9歳でさ、今年成長線出ちゃったんだけど。だから、頭部ハコガメマニアの人はね、
これね、もう2016年生まれかなんかで買ったんだよ。で、初めからアダルトでもう3年目か買って、全く成長線出なくて、もう成長しないだろうなと思ったんだけど、毎日ピンクマウス与えてたんで、一回拒食したから、それはバクバク食い始めて、ピンクマウスを。毎日ピンクマウス与えてたら、今年成長線がこいつね、出てきてる、ほら。だから、もう成長止まったかなと思っても、またなんかの関係で、その持ってる遺伝子 DNA で、成長止まったかなと思っても、ちょっと伸びたりするんだね。なんか10歳ぐらいまでは成長するのかな、カメは。トウバコガメね。まあ寿命が50年ぐらいあるんで、下手すら80年かもしれないんで、こいつらね。よいしょ。まあまあ、10歳で人間でいう20歳ぐらいのイメージかな、多分。ほら。あと30年ぐらい生きちゃうから、俺より長生きしちゃうな、おめえ。なあ、いやー、すげえな、これ。50年生きるかな、お前。50年だったら俺は100歳になっとるかな、お前。100歳は偉えぞ。金さん銀さんじゃねえかな、お前。こんな感じです。じゃあ2階もちょっとお水をあげたりしようかな。いつもの高橋システムですね。1階から2階に、こう、ホースが連なってて、見て、ああいう状態になってるから、これね、ホースがこういって高橋システムですね。2階からこういう風に霧状の雨を降らす。ああいいな、高橋システムは。あれでね、あの喉乾いてる個体もね、あっこ水が川みたいになって、水がこう川になってくるんですよ。なんで今年は、あの今年作ったんですけど、1日1回あれを20分ぐらいやって、川を作る、ここにわーって。だからここに水が流れるから、喉が渇いてるカメが飲めると。完璧な飼育システム。ただ蚊が異常に多いのが問題。あれ、カメって蚊に刺されるのかな、どうなんだろうね。人間が行くとね、今日はいないけど、もう昨日とかもう蚊だらけなの、ここ。やばいぐらい蚊がいて、カメも刺すのかな。あれ、何これ、超高級ビリヤードじゃん。こんなとこにゴミみたいになっちゃったって。ビリヤードすげえ。うわ、超高級。それでちょっとうち犬もいるんでね、今日ちょっと朝ごはん遅くなっちゃった。もう今10時でしょ、朝の10時です。ワンちゃんにご飯をあげよう。姉ちゃん、姉ちゃん、ご飯だよ、ご飯。姉ちゃん、ご飯、ご飯食べる、ご飯。姉ちゃん、ご飯食べる、ねえ、ご飯食べる、うん、食べるの、ご飯は。え、うん、ご飯食べる。よし、じゃあちょっとご飯を用意してあげよう。今日のご飯、またいたずらしとくな、お前。よいしょ。あ、いいよ。ごめんね。いつもね、ご飯は朝9時ぐらいにあげるんだけど、10時になっちゃった。で、うちの犬はこうやって手入れても噛まないでしょ。ほら。うちの子はすごい素直なの。犬によってはこうやってやるとうなったりする犬いるんだけど、まあ、ねっちゃんは優しいからね。優しいもんね。うらうらうら。ルーティン動画みたいになってきたな。あ、カメいるよ。ほら。カメね。こんな感じであげてます。結構今年めちゃくちゃ大きくなったな。サイズ倍ぐらいになってるぞ、これ。こんなちっちゃかったからね。500円玉ぐらいだったから、今だいぶほらでかくなった。倍ぐらいになった、今年。ミシシッピニオイガメですね。ぐらい食べてる。すごいでしょ。
ぐらい食べるでしょ。すごい食欲で、これはおとつい水替えした8割こういう状態にすると月に2回の水替えでいける調子がいい。でこれもね3日前水替えしたんだけど8割水替えしたんだけどこんな状態で月に 2,3 回半分水替えしてろ過装掃除するだけでこういう水槽ガメは調子がいいからね、みんなもそうして毎日水替えするとね毎日ションベン水にいることになるから。ちなみにこれ毎日水替え してるから毎日ションベン水になるね。それをこうバクテリアを利用すれば本当に、ちょっと多すぎたか、昨日も大量に捨てたからちょっと腹減ってねえかな、食べてるね。亀の調子がマジで良くなる。本当にねバクテリアを舐めちゃダメみんな、うん、この子ねめちゃめちゃでかい、餌食いも良くてめちゃめちゃでかくなった。高長25センチぐらいあるよこれ。家来た時こんなんやったけどね、これこの頭のサイズぐらいだったけどこの1年でめちゃくちゃでかくなった。ほらこれはジャイアントマスクタートル、激太りですね。状態がいいです、うん、ちなみに餌はサキヒカリの臓帯です。あーいいね。これもどうしようかなと思ってる。スッポンくんね、こんな感じ。この頃はね水温25度以上ないとご飯食べないので保温してます。そしたら餌食いも良くてねすごい元気そうです。スッポンの赤ちゃんこれでやってます。パネルヒーターね、これでお湯みたいになってるんで、まあ、水温が30度近くなってるんで、まあ餌食いはいいです。でこの子らは日本石亀ね。でここに座はこうします。ね、でご飯はこうやって、まあこの状態で30分ぐらい置いときゃ食べきるんで、まあ食べ残したらね捨てればいいので、で毎日必ず1回浸水飲ます。こんな感じ。食べるかな。お、日本石亀は食べてるぞ。早速今年生まれた子です。すごいでしょ。うち亀100匹以上いるんでね、めちゃくちゃ亀いるんで。ちなみにこれ今年うちで生まれた子ね、でこれもうちで生まれた子ね、スッポンね。でベイビーもいるんだよね。ちょっと三つ指難しいわやっぱり、本当にちょっとね三つ指はね難しいわ。結構卵ダメになっちゃった。予想外に少ない生まれた数だ。あと8個ぐらい卵あるんだけど、あと3匹ぐらい帰るかな。ちょっとね発生途中でダメになる。あ、これ見て、これ今年生まれた子なんだけどちょっと拒食気味かな。で結構奇形児なので、ちょっともうちょっと温度が温めてあげようかな。でこういう感じで結構雑なんですけど、で水洗いしちゃうんですよね。でこうやってもう一回こんな感じで、これこうこうで、この時に水深深いと絶対溺れて死んじゃうんで、こんな感じにして、溺れたくても溺れることができないね。でこんな感じにする。食べるか。ちょっと拒食気味なんだよね。うん、まあこんな感じで置いとくと見てきたら食べてるわ。でこんな感じね。でここはね温度がね部屋になってるから、見て、あーちょっと温度下がってきたな。26、7度、うん、30度ぐらいの方が餌食いがいいんだよね。なんでこんな感じで温度を保ってあげて
こうして、で1時間後に見に来たら大体食べてるから、そしたら戻すと。ちょっと成長不良だね。でもね、これ必ず僕毎日やってますからね。毎日やらないと弱るんで、亀が。でこれはパネルヒーターでちょっと加温してるので、これあったかいです。これ場所によっては30度ありますね。でこの子らはこうやって、これ三つ指箱亀ね、ほらね、このようにしてこうします。結構雑でしょ、はい、で温度は今お湯の温度が28度30度ぐらい、はい、30度のお湯を入れたらこうやって餌を入れて、でこれで1時間ぐらい置いとく。そしてプッて見るともう食べてるね、食べ終わってる。結構拒食したりするんでね、あれなんだけど、ちょっと食いが弱いんだよな。お、食べるか。お、反応した、食べるわ。あ、食べたね。これ今年でうちで生まれた子ね。三つ指箱がいいです。美味しそうね。でこのまま、まあ1時間ぐらい置いとけば食べきるん で1時間経ったら元に戻してあげる。でここにもいるわ、このコラム。そうだね、今年生まれの三つ指箱がね。よいしょ。もうこんな感じ。ルーティーンは亀のお世話のルーティーン、これ絶対1日も欠かさずやってますからね。なんでかっていうと、水が飲めなくなると死んじゃうことあるんで。人間と本当に一緒だと思って、亀も。冬場はちょっとね、冬眠するから人間と違うんだけど、この夏場、もう今ちょっと涼しくなって秋なんだけど、人間もそうでしょ。一日水飲めなかったらどう？みんなもやったことある？減量したことある？一回やってみてよ。朝起きて、寝るまで、まあ、ね、若い子だったら大丈夫と思うわ。年配の人はちょっとやめた方がいいけど。朝起きて、24時間。あ、今から24時間水分取れません、餌も食えません、ご飯も食えませんってやってみて。ご飯はなんとか耐えきれるんだわ。夏場やったら死ぬよ。あ、喉が開いた。死ぬけど、亀もそういうことだから。夏場にね、3日も4日も水飲めなかったら、人間より強いけど亀の方が普通に落ちるんでね、水が飲めないって。落ちる、落ちないっていうか、まあ人間より強そうだけど、まあ落ちる個体もいるんでね、水が飲めなくて、特にベビーね。なんでこうやって水分入りの、水分を含ませてね、この水分を含んだ、これはサキイカリ増体ですけど、でこの時に水分とご飯を必ず1日1回絶対に食べてもらう、水を飲んでもらう。これをやらないと弱るんでね、亀は。なので、ちょっと食べてるね。奥の子は食べない。これも三つ指箱亀です。食べてるね。わ、この子成長線めっちゃ出てるわ。うん。いい感じね。はい、これ、兄弟なんだけど、みんな模様違うでしょ。それが面白いとこ。亀のね。同じ兄弟でもこんなに模様が違う。まあ、人間もそうだけどね。ほらすごいね、ほら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 、これは綺麗な亀だな。目がいいね。でこの子らもゆっくりだけどご飯食べてるね。食べてるでしょ、うん、この子らがちょっと食が細いんだよな。奇形で、左側の子奇形なんで小甲板で、ちょっとなんかあんまり食が細い。まあ食べてはくれるんだけど、スイッチが入ってないね。この子らはまあよくご飯も食べて成長がいい。じゃあちょっと2階の亀のお世話もしましょうか。うちの犬はめっちゃんって言うんだけど、うわ壊してんじゃん、もうアホかこいつ、暴れて壊れてるじゃん。ここ何やってんのこれね。犬がね、出せ出せって暴れて門を壊してる。姉ちゃん、姉ちゃん、なんでいたずらするの。あおおおお
えい、持てこい、持てこい。ううこれがルーティンですよ。あと外に錦鯉がいるからね。もうちょっと錦鯉のお世話終わっちゃったけど、錦鯉のお世話がだいたい毎朝40分ぐらいやります。餌、錦鯉の状態チェックと餌やりメンテナンスで、亀の餌は30分だな。なので結構ね、多頭飼育はね、まあ言うて1日2時間以内で世話終わるんだけど、結構大変っちゃ大変です。あとやっぱ状態見てあげないとね。あとろ過装が動いてるかとかさ、弱った亀はいないかとか、餌は食べてるかとか。まあ趣味なんでね、苦じゃないんですけど。すごいでしょクソが。はい、ちょっと一回水替えします。うわーやべえな。はい、ちょっと掃除しますわ。ここは蜜入りが入ってんだけど、亀が病気になるのって大体浸水飲めてないから、もうこれですよ。なので必ず1日1回新鮮な水が飲める環境を作ってあげる。そう、これはまあ水道水必ずきれいにこう運行を流して1日1回絶対ねでやると。で一応こっちはろ過してる循環の水もあるの。だからこっちが全部さ、うんこまみれ、うんこしまくっちゃって全部うんこだらけになった時は、ここ登ってここでたまに三つ指が水飲んでるわ。たまにここにいる。喉が渇きすぎてね。はい、なので飲める水っていうのの確保、あと日陰ですね。夏場こういう日陰いっぱいないと即死するんで、カメって10分で死ぬよ夏場の直射日光。人間の赤ちゃんが車の中に閉じ込められて、やべえイメージ。カメってね、温度に弱いんですよ。なので、日光浴は、今の時期はまあだいぶあれだけど、夏場はね、直射日光、マジやばいよ。即死しますんでね。あと、新鮮な水ね。はい。新鮮な水をあげる。もうカメ隠れてるわ、ほとんど。しかも腹減ってねえな、こいつら。腹減ってる時期はさ、もう俺がこうやって切ったらさ、亀がわー出てくるから。もうあんま腹減ってねえわ。はい。まあただとりあえず餌をね、ちょっとは食うんで、普段より少なめに、まあこんな感じで。この中亀がね、20頭以上入ってるんで、今日隠れてるわ。はい、まあ結構ざっくりこんな感じでね。まあこんぐらいで多分十分だな。もう腹減ってねえわ。食うっちゃ食うけど、あんま食わんわ。はい、こんな感じ。で、こっちもそうなんでね。こっちも。これメキシコ箱がね。餌残しとるな。ちょっと、あげすぎたわ。まあ、ちょっと食が減ってきたね。涼しいので。見てみるかね。よいしょ。うわ、重たっ。今年は餌食ったね。メキシコハコガメオス、どっしりと重いです。重っ。まあただこれは冬眠できないんで、日本の温度ちょっと寒すぎるみたい。なので部屋の中でまあ10度ぐらいで軽く冬眠する、まあクーリングって言うんですけど、いう状態にします。これね、冬眠させちゃうと落ちることがね、やっぱメキシコの亀で、ちょっと寒すぎるんだよね、うちは。冬場マイナス2度になるんで、そうすると結構落ちちゃったり、三つ指頭部はね、OK なんだけど、メキシコユカタンはね、寒いのちょっとあんまり苦手みたい。なので、15度。まあ10度とか5度ぐらいだったら冬眠できるんだけど、マイナスいっちゃうとね、そのまま落ちちゃうことがよくあるらしいので、こっちね。ちょ待って、これさ、ベビーだったのにさ、もうアダルト変わんねえんだけど、こいつめちゃめちゃでかくなって、ほら見て、メキシコハコガメのメスと思われる個体、ほらベビーだったのに、こいつ3歳やまだ。
ほら、アダルトと変わんない、ほら。これはもう8歳、9歳ぐらいなんだけど、もうアダルトサイズ、高長17センチあるんだけど、見て。これメス。3年前にベビーで買って、もう、サイズが一緒。メスだとありがたい。まだ成長線出てる、こんなの。こいつめちゃくちゃ成長がいいんだよな。よいしょ。餌食べるかな。まぁ、ちょっとこういうね、古くなってちょっと腐っちゃうんで、1日で。まだ言うて、昨日とかね、昼間暑い時、30度ぐらい、28度とか上がってたから、1日で腐るんで、餌なんて。水をね、水分含ませると。なので、新鮮な餌だったら食べるかもな。今日今外気温23、4度だと思う。食べるわ、多分。ね。餌腐るともう食わないんで。腐敗すると。まあ、こんぐらい置いときゃね。腹減ってる個体が食べるでしょうと。で、こいつらはまだ食うね。ほら、餌くれって寄ってきてる。だいたいこんなもんかな。餌の量。下つかみ半ぐらい。あ、食べるわ。ね、こっちも、こんな感じで。まあ、いつも残るぐらい餌あげてるんで、ちょっと多めにあげてるんですよ。なので、みんな結構ね、体重が重いっすわ。まだ食べるね、食べるね。ただちょっと餌食い半分ぐらいだな。餌くれーって状態じゃないもん。とりあえず食べようって。これメキシコハコガメね、この2匹は。で、奥がこれ絶滅危惧種のユカタンハコガメ。すごいカメです。で、この奥もメキシコ。奥もメキシコ。で、こっちもメキシコ。この右側の子ね、家に来た時さ、頭真っ黒だったの。メスなのかなと思ってたら、真っ黄色になって、完全なオスでした。来た時ほんと頭の色ね、茶色だったんだよ。あ、これもしかして、でもなんか復興もへこんでるし、オスだろうなと思ったら案の定オスでない。黄色く、どん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 黄色くなって、完全なオスの成長がね、出てきてました。でこれもオスですね。あ、食べるか。あ、食べてるね。まあ、ドッグフードみたいなもんよ、これ。サキイカリ増体です。食べるね。この中結構、メキシコハコガメが7匹入ってるから、全部オス。あの奥のもね、あれもオスなんで。で、こっちがメスなんでね。ただみんな3歳ぐらいなんで、まだちょっと子供を産むにはあと2、3年かかるかな。で、サイズはもうちょっとね、この右側なんか、もう成体アダルト、このサイズ超えつつあるんで、これ。右側ね。で、左も結構大きくなってきて、本当にあと2、3年で産むんじゃねえかな。だいたい生後、まだメキシコカメの研究があんまり取れてないんだけど、生後5、6年で多分産むんじゃないかなって。でも人によっては生まれて10年後にようやく産んだとかいう話もあるし、でもトウブハコガメ、これメキシコハコガメとよく似た種類なんだけど、トウブハコガメも生まれて5歳で卵を産んだとかいう、そういう情報もあるので、まあこの子たちが来年再来年、今まだ3歳なんで、4歳、5歳、6歳、7歳ぐらいで卵を産むんじゃないだろうかと。ね。こんな感じ。まあ長生きなんでね、カメは。焦らず気長にやるのがカメ飼育なんで、あんま焦ってね、いうよりも健康第一で病気にさせない飼育をやってあげるといいかなと。よいしょ。こっち頭部なんだけど、もう餌食いに来ねえな。やっぱりこれっち頭部なんだけど、あんまり普段だったらね、もうすぐ来てバクバクバクって食うんだけど、餌食いよし。もう秋だな。もう食べてるわ、食べてるわ。ただちょっと動きが緩慢になって。今の時期よく交尾をしてるよ。人間でもそうだけどな、食欲の秋みたいな感じで、食欲の性欲って言って、よく交尾してるわ。これあれあれ、
これもね、交尾行動っす。あれ、喧嘩してんじゃん。やめろお前ら、喧嘩。左側がオスで右側がメスなんだけど、その交尾させろ交尾させろってめっちゃ絡むんだよね、この左のオスが。でしょっちゅう交尾してんだけど、今切れたね、メスが。噛んでたね。北西箱まで何遍やるのって、しかも金も払わずにって、そういうことかな。でもメスもさ、金払うのおかしいよね。そんなお金って自分が気持ち、えぐいほど気持ちよくなって、その交尾して子供産んで金までくれって、どんだけわがままなメスっつって、えがにせよ俺らほんま言うて。まあ現代はね、オスも生意気だけどメスも生意気なんで、なめんじゃねえぞおめえら本当によ。そうだろう、感謝の気持ち持てっつってんだろおめえら。ご飯食べれて怒られてるぞお前ら。ご飯タダで食べてお前ら、本当にもうね、最近のガキどもが、オスもね、もう本当に小学生とかも生意気なんでね、あれ先生がね、小学生行ってね、ガタガタ言ったらね、ぶん殴っちゃっていい、あんなの、あんな生意気な ガキいたらね、あんなもん。先生のプライドっていうのを大事にしなきゃいけない。僕の友達が学校の先生やってるんだけど、生徒に怒っちゃいけないって、あの教育方針らしいから、教育委員会うるさいからね。だけど生徒が生意気になっちゃうから、やっぱり犯罪する生徒はね、髪の毛つかんで引きずり回さないと、全部服脱がしちゃって、そんくらいやっぱりね、怒ってないとダメなんだよ、ガキの頭悪いんだから。まあうちもね、3人ほどバカ息子いるんだけど、全員頭悪いからね、腹立ってんだよ本当に。なんで腹立ってるってね、俺らのうちの息子3人とも頭がめちゃめちゃ悪いんだよね。ほんまええ感じだよ、あいつら背も低いし、本当にええ感じだよほんま。